度重なる自然災害にどのように対処すればいいのか。仙台市で仙台防災未来フォーラムが開催されました。この会議は2015年の国連防災世界会議を機に翌年発足。創価学会は初年度から参加しています。東日本大震災など災害時には私たちも支援を実施、そこからの教訓をさまざまな機会に共有してきました。今年は防災・減災の基盤となる平和や気候危機の解決についてパネルディスカッションを行いました。子どもの未来のために自分に何かできることをしっかりと考えて行動していきたいと思います。災害に負けない社会をみんなの力で。